はい、どうも皆さん、月島と申します。とけ、今回使っていくのはこちら、ソ連軍の第5空挺軍団第10空挺旅団の方を使っていきたいと思います。はい、この前のイベントで配布されましたソ連の空挺部隊となりますね。まあこの空挺部隊ね、手に入れてからだいぶね時間が経ってはいるんですけれども、実はですね、この空挺部隊今一つ問題がありまして、まあそのあたりのね問題をつらつらと話しながら今回はやっていくわけなんですけども、でまずですね、このソ連の空挺部隊の新しいシステムとして、今ね私フェドロフ持ってるんですけども、なんとメインウェポンが付け替え可能ですね。こんな感じでね、メインウェポンがねそれぞれ付け替え可能なんですよ。でこうやってメインウェポンを付け替えることによって、PR のね変更が行えるという新しいシステムが搭載されてますね。このあたりすごくいいですね、うん。なので BR を変えることによって低 BR ブロックとか高 BR ブロックとか、そっちの方にねマッチングするっていうことができるんですけれども、ね、そのあたりにね一つ今問題が起きてまして、それがですね、この補給品の方から取り出せるこの突撃分隊用の武器となっています。でこんな感じで、ね、突撃分隊の武器を取り出しますと、RD44 が使えるようになりますね。BR5 で使える強強軽機関銃ですね、うん。でこの RD44 なんですけれども、なんとですね低 BR ブロックの方とマッチングしても、この RD44 がこの補給品から取り出せてしまうと、そういうちょっと問題が起きてるんですよ、うん。でこの RD44 ね、ほんと強いんですよ、ね、もう BR5 の武器ですからね、ほんと強いんで、これがね低 BR ブロックで使えるのはちょっとやばいでしょということで問題となっています、うん。ただですね、この問題に関しまして、運営の方はもう把握しておりまして、現在修正作業を行っていますということなので、まあ、修正されるまでねちょっと、まあ、待ちましょうか、うん。で私としてはですね、この修正されてから、うん、動画作ろうかなとは思ってたんですけども、よくよく考えるとね、このフェドロフ使えるんですよ。そう、この空挺部隊ね配布された時にデフォルトの銃としてフェドロフ持ってたんで、ぶっちゃけねフェドロフ使えるんだったら RD44 そんな使わないなということで、うん、じゃあまあ高 BR ブロックの方でマッチングしてフェドロフ使ってまあ動画にしようということで、今回はそんな動画やっていきたいと思います。よしね、いや本当フェドロフ強いんですよ。いやマジでね、フェドロフマジで強いアサルトライフルなんですよね、うん。なので、まあ、フェドロフ使えるんだったらね、RD44、まあ、選ばないかな、ね。で、補給品の方から、まあ、パンツァーファーストを取り出して、で、対戦車やりつつ、フェドロフで戦いつつ、みたいなのが、まあ、それが、まあ、私のやり方かな、ということですね。うん、まあ、というわけで、今回はそんな感じで、まあ、ソ連軍第5空挺軍団、第10空挺旅団の方を使っていきたいと、思います。さあ、どんどんやっていきますか。ね、で早速ね空から航空機の音がするので、ね、もう空挺部隊、ああ行ってますね空挺部隊、とりあえずこの辺よし、もう早速空挺部隊行ってますね。ああいないな、うん、味方ですね。オッケー、頑張ってもらって、っていうか大胆、かなり大胆なところにおりましたね。かなり大胆だといいぞ。何、ちょっと待って、あそこにいる空挺部隊の人たちを援護したい。かなり大胆なところにおりましたね。ちょっとあそこ危険では、危険では、しかしああいう人たちがいるからこそ我々の前線が上がるのだ。ちょっと待ってみようか。当たらん、当たらん、まあいいや、ちょっとビーコン作りますかね。まあ、空挺部隊ね、今回まあ私自身もね空挺部隊使っていくんですけども、まあ一時期と比べるとねだいぶ生存率は低くなりましたね。ぶっちゃけね、もうだいぶいろんな人もね空挺部隊の存在に慣れちゃってるからね、そう、対応が早いんですよ。対応がね、戦車が一目散にね向かってくるとかね高架地点にね戦車がね待ち構えてることなんてね結構珍しくなくなっちゃったからね。だから空挺部隊としては結構生還率は低いんですが、とりあえず入ってきちゃいますか。あ、いいですいいですね、取れてますか。っていうか私しか入ってないっぽい。ちょっとお味方、お味方助けて、お味方来てくれ。
お味方さんには来てほしいんですが、この砲撃は敵か味方が多分味方であると思う。怖っ、怖いからちょっと離れてきましょう。戦車、多分戦車に見られてるんだよな。戦車に見られてると思うんで怖いんですが、いいですね、味方入ってきてくれたか。 OK。 でちょっとね、対岸に戦車いると思うのって、あれか、赤点、いやギリギリ、ちょっとギリギリ出せないな。やばい、ちょっとやばい、大丈夫、はい、 OK、 なんとかなった。 OK、 よし、じゃあ前進しますか。 OK からの、ちょっとバイポッド立たない、ガーッ、よし、じゃあ行きますね。でこっちにね、多分戦車いると思うんで、戦車ちょっとぶっ飛ばしたいですね。やばいかも、ちょっと今戦車いなかったから、やばい、ちょっと戦車の目の前に降りちゃったかも、やばい、あれ戦車だ、やばい、ちょっと誰か納得して、ちょっと戦車の目の前に降りてしまった可能性がワンチャンある、怖い、やばい、ちょっと一回降りて即座にパンツァーファースト取らないとダメですね。あ、でも味方攻撃してるか、味方戦車なんとかしてくれ、そいつ撃破してくれ、頼む、味方戦車なんとかしてくれ、やってるか、やってくれ、頼む、やばい、目の前に降りちゃう、ナイス、オッケー、さすが、いいですよ、いいですよ、ナイス、よし、なんとか一命を取り留めた、危なかった、ね、やっぱりね、降りるときはね、ちゃんとね、確認しないとダメですね。ちょっと戦車の音がする、新しい戦車の音がするんですが、どこ、あれか、キングタイガーだ、キングタイガー発見、いやー、ちょっと射点変えますか、側面、いいですね、いけるか、オッケー、よし、やりました、キングタイガーワンパン、さすがパンツァーファースト、さすがですね、やっぱり空挺部隊はね、対戦車兵器強いですね。でビーコンも破壊と、お、いいんじゃないの、空挺部隊らしいですよね。はい、フェドロフ強い、ね、空挺部隊らしいじゃないですか、戦車を撃破しつつビーコン壊しつつみたいなね、いいと思います。というわけでちょっとこの来てるか、ちょっと数多くない、やばい、そう、数多いな、ちょっと数が多いので抵抗したいところ、やりきれないか、味方、ナイス、味方の砲撃ですね。でなんとか防衛はできてるんですけども、あそこにある土のうが怪しいな、ガークソ、あ、でもいいですね、拠点取れた、オッケーオッケー、空挺部隊としてはなかなかいい活躍できたのでは。でまだ来てるか、はい、オッケー、いいんじゃないの、ちょっとそうですね、正面戦力の足しになりますか、ね、こんな感じで、ね、戦況を見極めて降りるところを選ぶことができる、それが空挺部隊のいいところではあるんですが、じゃ、うらーというわけでいきます。と戦車、大丈夫ですね、戦車の射程は切れてるはず、でちょっと正面戦力が足らんので、あと一押しでからね、行きたいですね、あと一押しで押す、それが空挺部隊である。で頼むから撃たないでね、ガー、撃たれてる、ガー、大丈夫か、みんな耐えてくれ、 OK、 よし、で対戦車兵器でいいでしょう、うん、まあやっぱりね、フェドロフ強いからね、やっぱり RD44 も強いんですかね、フェドロフでなんとかなっちゃうし、あとやっぱりね、ちょっと待って、うっそでしょ、グエー、ガー、全員持ってかれた、くそ、ね、まあしょうがない、とりあえずここをちょっとね、最後の一押ししたいですね。まあ RD44 も強いんですけどね、やっぱりドイツはね、戦車本当に出してくるからね、対戦車兵器の方が大事っていうところもあるかなと思うんですが、ちょっと敵の数がやばい、トン、いいですね、取れてますか、このままちょっと押し切りたいですね、 OK、 よし、最後の一押しになれたのはいいことですが、大丈夫かな、よし、じゃあ前線上げますか、ね、でトトトトトト、やばい、ちょっと数多くない、ガークソ、ちょっと数多いな、怖いんですが、力を合わせていきたいところではありますか、大丈夫じゃない、
OK。 よし、じゃあ前進するぞ。同志色、同志色、前進だ。さて前進するのはいいんですけども、結構銃声が近いぞ。銃声が近いので、とっ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 と、さて、ん、何回かのか。オッケー、あ、やばい、戦車あそこか。あ、もう助からないぞ。ガーッとダメか。ちょっと戦車スパムですね。ドイツの戦車スパムを止めたいので、行きますかね。あー、でもティーガー、そうですね、タイガー2、1両やられたか。だけどまだもう1両いたよね。多分ね、パンターかなんかがいたはず。パンターかと何かがあの森の中のどっかに隠れてるはず。ちょっとそのパンターやりたいですね。あと、そうですね、やっぱりね、空挺部隊プラス、ね、対戦車兵器ってやっぱ強いんですよ、単純にね。そうね、あと単純にね、ドイツ側って本当は戦車ね出す人多いからね、結構刺さるんですよね。というわけで今回も対戦車兵器で、さてパンターイズどこ、いないですね。さすがに引き上げたか、引き上げたっぽいです ね、まあ、しょうがない。ということで、じゃあしょうがないから、まあ拠点、あ、いいですね、ナイス拠点。その赤点はちょっと車線通ってないな。車線が通ってないんだったら車線通るとこにリードしたらいいんじゃない、ということで、まあ、ガンガン進んでいきますが、ここダメか。まだいるよね、まだちょっと戦車、あそこの戦車ちょっと厄介なんでね、撃破したいところではあるんですが、いいですよ、味方食うていったよ。で、あー、クロスに立てこもってるのか。うわ、めんどくさいですね。ただし長い作戦、その赤点の期待にお応えしたいところではあるんですが、車線通ってない、いや、どういる、あれだ、ちょっと待って、やばい、ちょっとあれか、意外と近かった、パンターあれですね、あそこにいるパンターさんはちょっと嫌なので、もうちょい上、 OK、 まず1キル、トランスミッションやったんで動けないでしょ。はい、切った、 OK、 よし、ハンター撃破、 OK、 これが空挺部隊の力だ。やばい、ちょっと敵多い、ちょっと敵多いよ。でもいいですね、敵がそんなに攻めっ気がないというのはいいことではあるかなとは思うんですが、大丈夫かな。ちょっと拠点入っちゃいましょう。ここは取りたい、一気に押したいところですね。ここは一気に押して、やばい、ちょっと待って、ガーッと間に合わなかった。でー、しょうがない、通れてるんだったらいいんですよ、その押し切ってくれちゃっていいのよ。ちょっと逆サイ行ったな、逆サイ回られるのは良くないのですが、中いる、ナイス、オッケー、よし。で、こんなとこに地雷、ちょっと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 、地雷は良くないよ。でも取れません、ね、オッケーオッケー、いいですよいいですよ、よし、いい感じですね。と、良くない、はい、オッケー、はい、スパーギン強い、よし、さすがスパーギンですね、強い。まあ、ちょっとビーコン作りますか。さてさて、ここな、ちょっとあんまり前に出ても怖いので、この辺りでいいですかね。よし、ここでいいでしょうね。最近本当にね、なんか初心者の方がねだいぶ多いようなので、ね、それは喜ばしいことなんですけどもね。そんな初心者の皆さんに言いたい、ビーコンは大事ね。もうビーコンさえね立てときはね、もうスコアとか経験値ねどんどん入っていくわけですからね、もうビーコンは大事ですよ皆さんね。こんな感じで湧いてきてくれるとスコアになるわけですからね。不労所得ってやつですよ、不労所得ね。という不労所得を背後に、まあ、どんどん前に進んでしまうわけなんですが、このまま拠点入れてしまう感じ、入れてしまう感じ、いる、 OK、 よし、いいですね、今トンカチ握ってます。何も作らせんよ、何も作らせないですよ。ちょっとな、壁挟んじゃったか、おい、
で、さて、とりあえず嫌がらせアタックしますか。クレイ、あれ、いない、外周か、こっち、はい、くそ、だがまだだ、まだ終わらんよ。はい、スパーギン強い。で、1回数どうですね、味方も結構ね、前進してきてくれてるんですか。向こうか、向こうビーコンありそうだな。やっぱり向こうビーコンあるな。ちょっと味方行ってくんないかな。あ、行ってるな。よし、これ結構刺さりそうな気がする。やい、戦車ちょっとやばい、ちょっと戦車を勘弁してもらって。やばい、ここちょっと長生きできないかも、長生きできないかもしれないんですけど、ここでちょっとね押し込みたい。ここはね拠点占領まで押し込みたいですね。大丈夫か、攻撃怖いな、パンタ。オッケー、このまま頼む、パンタ気づくな。パンタ手榴弾、やばい、手榴弾、やばい、なんとかなれ。エスカートが取れたでしょこれ。はい、オッケー、はい、勝ちました。というわけで今回はソ連軍の第5空挺軍団第10空挺旅団の方を使いました。まあ本当にね、やっぱり高ランクになっても低ランクになってもね、ドイツ軍はだいたい戦車出してくる人本当多いからね。なのでまあドイツを相手にする陣営の空挺部隊っていうんだったら、やっぱり、対戦車兵器が結構刺さるかなって感じかな、ね、特に今回使ったね第5空挺軍団はね、最初からフェドロフ持ってるし、であと武器を変えたとしてもねサブマシンガンとか持てるからやっぱり強いんですよね。なのでまあわざわざ RD44 使わなくてもいいかなっていうところもあるからね。だからやっぱ対戦車兵器をまあ私は選びがちになっちゃうかなって感じかなね。特にね今回やったねコービー R ブロックだと、どうしても本当にキングタイガーとか厄介な戦車出てきますからね。なので今回私がやったみたいに空挺部隊で近づいてそんな戦車を仕留めて回るみたいな、そういうやり方も、まあ、環境的には結構刺さるかなっていうところがありますね、まあというわけで今回ね私はまあそんな対戦車兵器で戦車をぶっ飛ばして回りましたけども、まあ、皆さんの方ではねいろんな武器を使って空挺部隊を遊んでみてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですねチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。